はい、酒井遊具場さんの紅白サイズ13センチです。お願いします。はい、今回大東祭祭りということで、広島の酒井さんの紅白を成田予言から出品したしております、このサイズを出せるのもですね、この年内このが最後だと思います。これからになりますと、大体もジャンボ搭載になってきますので、まず大体、大きいものが春に出るぐらいになります。このサイズはもう今限定ですので、このチャンスに選んでいてほしいなと思います。おそらくもう搭載でこの出せるのはですね、これほどの数は集まらないと思います。はい、これも4段模様ですね。非常にこれもすっきりとした4段模様です。これも結構幅があっていいですね。結構色も赤く照りもあります。はい、横です。割とこの濃い体高がありますね。まだ13センチ、14センチと小さいのですが、やはりどの個体も丸いなり、このように体高があるなり、いろんな個体差がありますのでね、どれが良くなるのか分かりません。当然オスとかメスとかも全く分からないですね。まだ生まれて、半年、そんな紅白です。はい、でもなんかこの濃い口が大きそうに 見られますのでね、大きくなるのかもしれませんね。こういう例えばこのように口が大きい鯉っていうのは、一口で一粒の小粒二粒ぐらい食べれるじゃないですか。そうするとやっぱり大きくなる率も高いのかなと勝手ながら想像しております。はい、いかがでしょうか。ぜひよろしくお願いいたします。